なんか面白い事業やってるなら、うん、利益出てなくても検討はするよっていうところが多いので、そこはかなり可能性としては、まあ、打診する意味っていうのはあるのかなっていう。ベンチャー企業の M&A は M&A バンク。今回はですね、また福住くんでございます。よろしくお願いします。ちょっとピロピロっていうか、ちょっと音切ってもらっていいですか？はい、秒で切りましたすごいタイミングだなまた今回はですね、ちょっと福住くん来てもらって、うちでやってるバイアウト .com っていうサービスのセールスを一人でガンガンやってるんですけど、今何社ぐらい登録あるんですか？登録は75社になりました。全部リモートで開拓。家で電話です。はい、古いこれって。いやいや、まあいいや。はい、まあ家で開拓しました。まあ、75社ぐらい、はい、ほとんど上場企業ですか？そうですね。9割以上上場企業の方に。ほう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 。実際話聞いてくれるの？そうですね。うん、電話だと門前払いが多いんですけど、うん、その繋がった後はやっぱりそのいろいろこのサービス面白いねっていうところで、うん、普段は聞けないような M&A の話とかもいろいろ聞いた上でニーズとかをお聞きできるので、うん、なるほどなるほど。それは、はい、なので今その75社ぐらい登録していただいてまして、その会社がどういう業態、どういう会社を欲しがっているのかっていうのを、その現場の声をですね、うん、まあ、彼が一番よく知ってるので、その辺をちょっと今回は聞いていきたいなと思っております。ぶっちゃけどんな案件皆さん求めてるんですか？まあ、ぶっちゃけて言っちゃうと、やっぱり10人トイロというか、もう10企業トイロなんですよ。もう終わるじゃんそれでそれ言ってしまったらそうなんですけど、なんかいろいろ75社のヒアリングを通して、こういう2個の軸に分かれるなっていうのがあるんですけど、一言で言うと1個目が本業とのシナジーがある。あ、本業とのシナジーがあると。買った場合ね、買ってからシナジーを生むような会社。あと2つ目の軸としては、まあ、本業とは全く別の、まあ、新規の事業だったりとか周辺事業の業態を拡大していけるような案件を求めるっていう声があって、うん、まあ、一言で言うとこの2軸に分かれるかなっていうのが。なるほど。てかその2軸しか普通なくない？逆にそれ以外あんの？それ以外ないですね。確かにないでしょ。この2つしかありませんとか言ってますけど、それしかないですよ。それで分かれてくるのがあるんですよ。おお、なるほど。はい、はい、前者 その本業とのシナジーでいくと、うん、やっぱりその意味合い的にキャッシュフローを買うだったりとか、うん、おー、なるほど、業績を買うといった視点が強くて、上場企業様が多いので、うん、規模でいくとやっぱり営業利益で5000万以上出てるところじゃないと検討はしないよ、うんうん、なるほどね、っていうところが多いんですけど、おうおう、うん、やっぱり後者 その、まあ、新規事業だったりとか、うんうん、周辺事業の意味でいくと、うん、債務超過は別だとして、うん、赤字だっても例えば独自の事業を展開してるだったりとか、うん、なんか面白い事業やってるなら、うん、利益出てなくても検討はするよっていうところが多いので、そこはかなり可能性としては、まあ、打診する意味っていうのはあるのかなっていう。うんうんうん、もうだいぶなんですかね、この、まあ、コロナ禍もなんかピークアウトして過ぎてきて、うんうん、まあ、通常というか、まあ、元通りに戻りつつあるじゃないですか。元のコロナだからちょっと今までやめとこうっていう会社もやっぱあると思って、はい、実際どうなのかなって、はい、そこは確かにありましたね。やっぱりその、うん、登録企業でほぼほぼ IT 職が強い IT 業界の企業様ではあるんですけども、うんうん、やっぱり中にはそういう方もいらっしゃって、うんうん、9月以降がいいとか。あ、9月以降ね。もう、うんうん、業績のその例えばシステム開発だと影響が遅れて出てくる業界ではあるので、うんうん、今は検討しないとか、うん、M&A はもう実際やらなくなったっていうのは声として聞きますね。はい、具体的にバイネームで言えないと思うんですけど、はい、どういう会社がどういう案件を欲しいっていうのをちょっと教えてよ。例でいくとやっぱりその、うん、まあ、東証一部上場企業の人材紹介とかをやられている会社様であるとか、うん、例えば全国で紙媒体で求人を行っていて、うん、会員様がいらっしゃるだったりとか、うん、人材紹介をしているので、うん、まあ、人材サービス業界事業と連携を組めるようなサービスを求めている企業様で、うんうんうん、まあ、東証マザーズで上場されているところでいくと、うん、まあ、ネット広告のマーケティング支援とかを行っているところなんですけど、うんうんうん、それでいくと、まあ、独自性だったりとか、うん、専門性が高いメディアを運営している企業だったら積極的に検討するよっていうところがあって、まあ、そこはかなり独自性があれば小規模でも検討します、うんうん、案件くださいとおっしゃってくれたんで。なるほど。それ言いとしたでしょ。言っちゃダメだった。ダメです。あ、マジで？いや、わかんないです。わかんないか。いや、飯野さんだってうちも一回ね、買っていただいたんで、バンバンMA 積極的なんで、おそらく飯野さんだと思いますね。そうですね。おそらく。おそらくね。かもしれないですね。はいはい、その前言ったその人材系の、はい、東証一部のところっていうのは、それはディップですね。
それは私の口からは言えないです、ね、あ、そっかそっかそっか、はい、多分おそらくディップさんなんじゃないかな。 あそこも結構 M&A 積極的にね、そうですね、やられてますよね、はい、やっぱりあの今まで、うん、M&A を積極的にやられたところもありますし、上場して間もなくてこれから MA したいっていうところとかもあるので、うん、なんかね、はい、一回僕その前フランチャイズの窓口を運営しているときに呼んでいただいたんですよね、はい、多分、はい、出資か MA か今思えばそういう話だったと思うんですけど、うん、全然関係ないけど当時ね泉ガーデンに入られて、はい、今も入られてるのかな、はい、もうギリギリ間に合って行ったんですけど、はい、めちゃくちゃトイレしたくてしかも台の方ね、あ、でかいの。リズミガーデンってそのオフィスに行くのにエレベーター2個ぐらいこう乗らなきゃいけないの。あー、乗り継ぎ。それで乗り継いで行ったら、はい、なんかあっちの役員の皆さんとか5人ぐらいこうブワーッとこう入ってきて、はい、挨拶するけど、あと多分2分しか持たないような状況だったんですよ出るまで出るまでで名刺交換早々してちょっと申し訳ないんですけどっつってトイレにちょっと行かしてもらったんですね。あ、そうなんです。行ったらめっちゃ並んでるんですよ、はい終わったと思って、そういう時間帯だったんですね。そこもなんとか耐えて、はい、20分ぐらいかかってあの商談に戻ったら、はい、一緒に同席してた、それ富岡君だったかな、全部説明プレゼンしてくれて、はい、島袋さんすごいですねってなんか言われたんですよ俺はちょっと待ってよと思ってトイレに行ってるだけだとすごいね、逆に良かったなと思って。全然話全然関係ないですね。全然関係ない、ごめんなさい、ちょっとディップさんに話しても全然関係ないです。なるほどね、ディップさんじゃあ M&A をちょっと検討されてるってことなんですね。そうですね、ディップさんとは言いたいですけど、うん、なるほど、はい、他はどんなところなんですか。他はそうですね、やっぱり、うん、中にはコロナで業績が少し、うん、落ち込んじゃったっていうところをネガティブじゃなくてポジティブに捉えて、うん、そこをもっと M&A っていう手段で実行して支援していきたいという会社様もいらっしゃいます。あとこの間商談一緒にさせてもらった某大手上場企業ですけど、はい、飲食店とかその辺に対していろんなインフラをですね提供しているような会社ですね。そこはまあ全国に何万店というその加盟店があるので、そこにアドオンできるサービスがあればぜひ買収検討したいって言ってましたね。そうですね。具体的に言うとどんな感じだったの、決済系とかですかね、スマレジみたいな、ああいう感じだったり防犯カメラ系かな、まあ、そうですね、店舗系ですもんね、うん、B2B でなんかそういうサービスがあれば、うん、比較的すぐに検討しますとトップの方が言われておりました。あと何がありますかね。あとそうですね、うん、やっぱり SaaS 型のビジネスモデルをやってるところは、あ、 SaaS 型ね、確かに確かに SaaS 系はめちゃくちゃ買いたいってみんな言ってますね。 SaaS 系の事業をやられてる会社さんぜひですねバイアウト .com でアプローチさせてください、はい、すごいなんかバリエーションつくと個人的には思ってます。あとね、はい、逆に SaaS 系の事業をやりたいっていう人もいたら、うん、出資もしてくれると思うんで、うんうんうん、そういう方もぜひですね問い合わせしてもらいたいなと思ってます、はい、そういう感じですかね。そうですね、はい、この間ね、EC のサイトをやっている人から連絡があって、いつ頃売ればいいですかみたいな相談を受けたんですね、うんうん、で、Zoom 面談したら非常に若いと、でいろいろ聞いていくとですね、東京大学、しかも大学3年生でしたね。そうですね、はい、授業始まるからもう売りたいみたいな、なんかよくわかんないなって感じだったよねこういう時代になってきましたね。なんで大学生の方で授業やってる方もぜひですね、うちに相談ください。はい、はい、じゃあまた M&A バンクでお会いしましょう。ありがとうございました。M&A のアドバイザーに頼む前に、資金調達ももう投資家に話をする前にいろんなアドバイスができると思いますので、ぜひご相談ください。お問い合わせお待ちしております。